はは、い、こんにちはたけしです、えー。2021年10月30日の独り言です。えー、っとですね、まあ、昨日かな一昨日か忘れましたけど、太陽が動いたと、久々ちょっと大きいの動いてるんですね。で、まあ、ヤフーニュースにもなってたぐらいなんで、あ前は何年か前はねあ、よく起きてたんで、えー、っと、そんなヤフーニュースとかならないぐらいだったんですけど、まあ、たまに起きたらそういう風にニュースになると。で、えー、っと、まあ そういう時に気をつけてたいうこととうかまあこういうことが起きてきてたかもしれないなみたいなまあ全然海外で起きたりもよくするんですけれども日本で起きているかもしれないですけれどもまあネットがつながりにくくなったりとかまあ眠くなってきたりとかまあそういうことも起きてきたり、えー、1週間まあ一応1週まあ 明日、明後日ぐらいまでとは言われますけれども、まあ地震っていうのとか火山噴火とか、あの辺の地球的な動きっていうのも一応チェックしておいたりとか、まあそれに合わせて、まあ一い回い <laughs>、はい、まあそういういろんなことが起きてくる可能性はあるということですね。タイミング合わせていうか。で、2番目、えー、明日までです。えー、っと、健康のあれとかですね。うん。えー、僕の、まあ、サービスがですけれども、 で、ちょっとまあ面白い情報が入ってきてるんで、今のうちに早めに、えー、やっといた方がいいかなと思います。うん。もうちょっとタイミングというか、ういろんなことが動き始めるので、来月から。で、えー、実際僕が面白いなと思ってる方っていうところも、もうなかなか予約が取れないようなので、はい、そこも早めに情報を知っておくこと。そして僕が情報、僕が、これちょっと本当に量子力学というか、自分を別に、えー、どう,うですかね。 なんかわかんないですけど僕集中したりそこにしたらすっごいブームになるんですよ。でなんか影響力がなぜか起きてくるのでだからそこをは結構早い者勝ちっていう感覚ですね、まあ、何が言い,たいか言いうとまあ早く動いて早くご縁を持って、えー、された方がいいと僕は思ってます。うん で、3番目グーグルがなんかさっきニュースになってましたヤフーニュースかなんかに福岡市の天神に東京から映るのかなでまあ東京から映る,、まあ、るって言ったら日本沈没のね映画がありますけれども映画よかドラマがありますけれどもまあそういうあの、まあ、みんながあのドラマを見ることによってその意識が変わってくるっていうかうんあの全てが正しいわけじゃないですけれどもちょっと移動しようかなっていう。で まあそういうのがあるからこそ,その映画ができ映画やドラマができたというのももちろんありますけれども、うんまあ、Google も動いてきたとそしたら他の会社も動いてくるということですよね、えー、でじゃあ会社っていうものとかですね生き方とか働く場所とかいろんなものが東京から移ってくると、えー、まあ感覚のいい人から動くんじゃないですかうん。 でまあ、執着いうかやっぱり家に物をいっぱいある人はねそこに執着しちゃったりとか過去に執着したりいろんなだから、まあ、健康にも全部2番目の健康にもつながるんですけれどもトラウマカルマ小さい頃からのお父さんお母さんとの課題とかいろんなものがクリアできてない人が東京にもしかしたら東京に住んでる人が悪いっていう意味じゃないですけれどもでもそれもセンスなので,でコ,ロナコロナに関してもセンスだと思うし全部本当にセンスいうか感覚いうか自分と 会話してるかとかとですね、一人の時間を大切にしているかとか自分の体と対話できているかとかそういうような周波数が細かいか細かくないか雑かっていうような問題が今までと時代が変わったっていうその前のコロナの前に戻るのかっていう戻るっていう感覚の人とまた新しい時代が始まってきたなっていうことが分かる人との違いみたいなもんでですね。まあ、 ね、マスクで何も言えないようにされたりとかですねまあいろんなことがあるとは思いますけれどもまあ、まあ、感覚がいい人だけ分かる人だけこの YouTube も見れてるのかもしれないですし、うん、まあよほどのご縁で見れてると思うんでまあ何かしらのまあでも全部僕の言うことを聞くんじゃなくて聞くと今までの宗教とも全部同じだと思うし何でもその時点でもうダメなんですよね。 じゃなくてやっぱりお釈迦様が言うように全部自分が今まで言ったことを信じなくていいよっていうように参考にする程度でいいんじゃないかなと思っております。自分の直感を信じていただければと思います。はい、で最近全部言ってるのが全部嘘つきでもありそして占いでもありスピリチュアルでもあり都市伝説でもあると言ってますので、はい、全部信じなくていいです。はい、以上ですありがとうございます。